どうも、朝9時からちゃんぽんを食べてお腹タプタプになってるピオキングです。今日はこのコースやっていきたいと思います。Do not call シェイドキティ at AM30。 シェイドキティ、朝3時に電話をかけるなということですね。まあシェイドキティさんといえば海外のトロール制作者さんで、僕も仲良くさせてもらってるんですけど、朝3時にこの BB ボックスさんに電話したんでしょうね、きっと。すごく迷惑、朝3時に電話なんてすんなって嫌われちゃうって、そんなことしたら。まあそれとは別に、僕も似たような奇妙な体験をしたことがあるんですよ。真夜中の4時ぐらいだったっけな、家で寝てる時に呼び鈴が鳴らされたんですよ。で、恐る恐るモニターを確認してみると、知らない男の人が一人立ってたんですよ。怖くて出れませんでしたいや、その状態でさ、はい、何でしょうかって出れる人、マジで勇者だと思うよ。マジで怖かったもんな。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00%。 あ、間違えたお前は誰と遊ぶんだよ、一人でやったら。そういや、もうすぐマリオワンダーが出るね。いや、買うには買うんだけど、実況しようかなって悩んでる自分がいますね。それよりもルイージ U がしたくなっちゃってる。かいわくダメくせえじゃん。だいたいね、いつもこのコースやってるから、マリオワンダーをやると物足りないなと思われるんじゃねえかなとビクビクしてる自分がいるんですよだからどうしようか悩んでます。お前ちょっと騒がしいこれ右と左どっちだと思う？右はワンダーと見越して一旦下に降りてみようか。いらんかー。ならもうすぐに右の土管の方に駆け抜ける。やろやろやめろやめろ、さっきと違うやんかなかなかやるじゃない、速攻でさっきと違うパターン持ってくるなんて。なんで今度は出てこないの？ダッシュしながらだったら出てくるとか、そういうパターンなんかな。さあ今度はクッパクラウンに乗ってオンオフをしろっていう感じっぽいけど、一旦右の方に行っておこうか。何もならない。じゃあこのオンオフをしろっていうことだと思うけど、していいのかい？ここでジャンプしていいのかい？ジャンプしないでオンオフしていきます。そうしたらオブロックが開けた。でこっから右に進めませんよ。さっきのさ、あーっとかしか言ってなかったよ。もう少しちゃんと語彙力たっぷりで実況していこうぜ。だから見てて、今から語彙力たっぷりでやっていくから、ここは右でダッシュして進んでいく。はいはい、そんなの全然避けれますよ。今のが僕の精一杯の語彙力です。この場所で何もしない、そうすることによって上が開ける。でこのつららは壊れるつららだね。待て待て待て、そのブロックをかわそうとするな。いや、壊してもらわないと先に行けないよなえ、なんで貫通すんのこれ。あ、分かった分かった、このつららに乗っていけっちゅうことだね。はいはいはい、なかなか面白い仕組みだね。で、なんで、え、じゃあここどうすりゃいいの？下に降りたら針があるだけ。一旦先降りてってみようか。あ、ここブロックがあるんだ。だからさっきは先につらら落としたから、ブロックが壊されてたっちゅう感じなんだね。で、花君、急にこっちに来るなよ。君はいなくなるのかい？ならない。ということは、この四角の枠に何かある。うらわちゃま、花ペンペン、僕はもう引っかからない、ここで昨日絶対あれだと思った今さあオンオフをしたら放題、何が来るんだろう、分かってる。バグでも来るんじゃないのかなと思ったけど、そういうわけでもない。ここツタがあるな、一旦オンしてツタに捕まってみようか。そしてここでもう一回オンオフをしなくちゃいけない。何ここお前何乗ってんだろ何なんだこの積み方はよ。無機物を積んだだけに積んだ。なんかね、申し訳ないんですけど、今日タンが詰まってるような感じなんですよ。だからそんな声が出てもあまり気にしないでください。でここは右に進むためにはスイッチを一回変えなきゃいけない。だからこれで間違ってないと思う。でこっから右に行けばいいのか、こういう風に。なるほどね、ちょっと難しく考えすぎてた。でこの石こっちに来るのか。お前うぜおい邪魔すんなって。いや僕はまだ諦めちゃいないさ。ここでバブルが降ってくるとか、そういうことか。
あそこすり抜けれるんだ。久しぶり見たな、ああいう氷をすり抜けるバグなんて。さあここでチェックポイント1。チェックポイント1は右上。ジュリエット、君は僕を待っていてくれるのかい。ジュリエット、ちゃんと飛ばしてくれるのかい。ジュリエットジュリエット、今夜は君とクリケット。クリケットって何だったっけ。なんかすごくしょうもないことを言った気がするんですけど今。さあここは30コインの方にどうにかして連れて行かれるような気がする。だから一旦右の方に行っても村っぱは何もならないか。このハテナは負けた。てかさ、ジュリエットって何。ジュリエットって中間ポイントのことをジュリエットって言ってるやつ、世界で僕だけだろうなきっと。じゃあ武器物を出して右に逃げます。でこのカロのコロを履いてここでヒップドロップすればいいと思うのは素人の考えだよ。プロはねこっち側でヒップドロップするんだよ。何もならないみたいです。じゃあこのパワーブロックの上でしなくちゃいけないのか。でも絶対何か起こるよ。早く早く、バリ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 どうしよう。いや、すぐ逃げれないわ。ヒップドロップをします。で、こっから右押しっぱね、もう生き返った瞬間さっさいっちゃうか。やだ、どうするどうする。抜けちゃうピョー。待て、待つことを覚えるんだピオキング。お前はただ闇雲に突っ走ってワンワンキャンキャンと叫んでいる犬以下じゃないか。そろそろ犬以上の知能を持っているっていうことを見せる。わー、罠が多くやしないかい。こんなに僕は求めちゃいないよ罠を。もう少しゆっくり実況したいんだ。もうちょっとイケボな感じでさ。ここのハテナブロックはジャンプしていい、そしてオンオフをするみたいだ。それは卑怯だぞ。このコースいい感じでバグを持ってきてるね。じゃあこのハテナブロックは無視していいっていうことだと思いますよ。そしてこの上にはいけない。やっぱりトゲゾウがいるって書いてる。ってことはこのトゲゾウどうにかして持ってこいっていう感じだから、あ、ここギリギリでジャンプしたらオンオフが変わるんだね。いやマジでちょっと喉がおかしいって。僕の喉がおかしくなる前にこのコースをクリアさせてよ。明日から1週間休もう。そういや最近さ、めちゃめちゃショックなことがあったんだけど、一発マリオとトロールをねしっかりとちゃんと撮ったのよ、何時間かかけて。そしたらねマイクの音がミュートになってて音声だけ録音されてなかったっていうねことがあります。おいおいおい、いやなんか見えたさ、ブラパがどっかに行ったのか。あいつらどこに行ったんだろうな。でこれはどうしようか。もうできることといえばこの杭をヒップドロップすればいいだけかな。超バカじゃん。そのマイクがミュートになってるってことは映像だけ録画されてて音声が録音されてなかったっていう感じですかね。その絶望さマジでみんなに分かんないでしょ。2時間走ったけど今の2時間走った意味なしってやった感じだろマジで。食事系だったら1時間かけて食べたいラーメン屋さんに行ったけどそのラーメン屋さんが閉まってた時の絶望感、あれ半端なくない。どうしていいか分かんなくなるよな。じゃあここはヒップドロップした瞬間すぐ右にジャン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 。じゃあどうすんだ。皆さん、いよいよ本格的に喉がおかしくなってきてしまいました。僕の喉はこれからどうなるんでしょうか。こっから普通に実況してった方がいいのでしょうか。こんな変な声も出さずにさ、でも勝手に変な声が出ちゃうんだよな。でここどうすりゃいいの。ここで一旦ヒップドロップしてみる。そうしたらオンオフが変わった。けど生きる資格だし。みんな助けてくれ、僕の喉がおかしくなっちゃう、僕の喉が壊れちゃう。僕はこれからどんな声で実況していけばいいでしょうか。あ、喉より壊れればいいのか。ここは右にヒップドロップしてらオンオフがかり、やっぱそうだと思ったよ。さあこっから壊れていくぜ。ん、どうすればいいの。壊れるような場面はないよ。上の土管には入れません。あれ、中間ポイントがあるな。ってことはこのオンオフをして土管に行けと。でこっから先何があるか。よっしゃ、中間じゃん。よっしゃ。で何何何、え、こっからピンコインコース開始みたいな。もうそんなの持ってこなくていいって。あ、じゃあ、なんだこれ。ピンコイン何枚ある。 1,2,3,4,5 で、行き道は今青がダメだったから3つか。ってことはどっかに2枚あるんだろうな。まあ、いや一旦右上から行ってみよう。右上に行けないということはないよな。ここに隠しブロック、いや、あってくれた方が楽だったんだけどね正直。さあこのドアに。
もういいってそういうの。正々堂々勝負せ。さっきから今日だぞ、バク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 って。じゃあここはジャンプして避けていく。ドアに入れねえじゃねえか。分かった分かった。これもしかしたらさ、一つだけなんじゃない正解。だからこの右の土管か左の土管か、どっちが罠だと思うよ。だから一旦右の方全部制覇してみようか。こっちが正解。あ、正解っぽいよ。そしてこっからどうするんだろうな。ちょっと僕は戻るよ。これで俺の勝ちだ。負けとなると左の土管が罠か。まあ いや一旦右の土管行ってみようか。絶対あの緑の土管罠だと思うんだよな。でここはどうやって避ければいい。上に行けばいいのか。危ないね。そしてこのスキル上に行く。すぐ上に行きます。このブラパが通り過ぎた後に足場まで行って、またすぐ上にジャンプすれば大丈夫。でこの氷ブロックすり抜けるやつなんじゃない。違うね。ここでカノンの甲羅が出るから、そのカノンの甲羅を手に入れてパワーブロックをヒップドロップしろっていう感じか。じゃあこれはファイヤーパワーだけだ。クバクラ最高じゃないか。クバクラ、あっあっ、俺のクバクラ返せ。上の隠しブロックを叩いておこうか。そうしたら砲台がもう降りれなくなるもんね。でここもファイヤーで、ここファイヤーで、左もファイヤー。さあカノンの甲羅出て、うわあれはカロンのコーナーって思うって誰もがさ。おアップだまた同じところに引っかかるところだって。じゃあここは上に逃げます。さっきのところだよな問題は。もう上逃げる。いやちょなんでこんなに襲ってくるかい。ただしピンポンは言われた。だからこのピンポンした後に逃げればいいのかな。そしたら、あ、ここにカロンのコーラが出てくるっていうわけか。さあヒップドロップして、あそんなの分かってなかったよ。これ上に連れて行こうんだって、そうはいかねえぞ。でここはヒップドロップはしちゃいけないと思うんだよな。あのツタに捕まれってことでしょ。だからこれは蹴って早めに右に行きますみたいな。うますぎる。これ終わり。これさっきのところだよな。多分もう終わりなんじゃない。オーケーオーケーオーケー。さあさっきのところまで行こうか。残りは1つだよね。残り3枚だから、多分この緑の土管のところに残り2枚あると思いますよ。さあここはどうすればいいんだい。やめてください。そろそろ喉がおかしくなってきたんで、抑え気味で喋っていこうかなと思います。じゃあここは右に進めばいいと思ったんですけど、ルチエ&サッカーナ喉がやられてる方が意外と面白い実況ができるかもしんない。じゃあここは魚を出します。でこっからどうするかよ。もうそんなところ出てきた。これ取れんのかな。やっぱ取れないじゃねえか。いやカポンメイジをなめるな。蹴った瞬間この花ちゃんの方に行けばワンチャンかぶれるんじゃねえかな。行くぜこっから。いやちょっと動いたね。なんか踏めることができたんだけど、これワンチャンいけるんじゃない。オーケーオーケーオーケー。さすがカポンメイジだね。最後ガー出すのり名人をなめるな。こういう風に行けばいいんだよ。さあどんどん行こうか。なんかイレギュラーなんかみたいなのがたくさん起きてますけど、今ちょっと日本語おかしかったね。チョロプーよ地獄に落ちるそれはジルクニャイ。いいですよね、制作する側ってバグでいろいろ仕掛けることができるんだからさ、プレイヤー側にもバグの仕掛けが欲しいぐらいですよ。この青のブロックをすり抜けて右のドアまでいっぺんに行くゲーム性ぶっ壊してるけど、それ以下常に無敵みたいな。じゃあこれは蹴った瞬間に右にダッシュしてあのドアの方に行け行け。よっしゃこれもう終わり。終わるじゃんか。であのドアに入ればゴールがあるでねえの。まあそう簡単にゴールさせてくれるとは思えないですけどね。さあドアの方に行こうか。左のハテナブロックは何なんだろうな。こういう、じゃあこれ鍵をゲット。さあゴールよ見せてくれ。ガーレゴールって思ったけどドンとゲット。鍵は、鍵は手に入れることができるのかい。鍵の音が聞こえませんけど、もう一回このピンコインコースを最初からやり直しっていうことなのかい。いや、このドアのところに行けばワンちゃん鍵が手に入るっていう可能性がある。ママー戻ってきたぞ。ここは右出しでいい。ゴールをさせろ。ゴール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 。ブラック、ゴールの旗っていうことかい。この下に落ちていいのかい。お願いします。やろう
や今回ねすごいバグ多かったけどめちゃめちゃ楽しかったですね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース毒のサメブということで、サムネを見る感じ大量の溶岩リフトと高速溶岩リフトが波を打つように設置されてるんですけど、どんなコースなんだろうね。で説明文に骨骨ボーン、この骨骨ボーンってなんか聞いたことあるなと思って調べたんだよね。そしたらヤンコ大戦争に関係のある何かでした。骨骨ボーンの効果、キャラの再生速度を短縮かっこ小、解放条件未来編のクリア。どうでもいいんだよ今マリオメーカー2をやりながら喋ることじゃないはい、それじゃあ早速やっていきますか。クリア率の 1.85%。 まあこんなに大量のドクロリフトがあるってことは、あのドクロリフトをどうにか駆使しながらゴールしろっていう感じだと思うんだよね。まあそうしないとこんなに大量のドクロリフトがキモい威圧感がすごい。ドクロリフトのこのまま一旦ダッシュしていってみようか。全然時間が足んない足んない、さっさやり直して。いや今ねスタート遅れてしまったけど、これ青いドクロリフトに乗ってジャンプするじゃん。そしたらねマリオが結構早めに進んでくれるんだよね。だからこれを利用しながら進めっていうコースだと思うんだけど、これワンチャンゴールできるんじゃない。はい、ダメ。もう分かった、この青いドクロリフト3つ乗るじゃん。そしてなるべく高い位置からジャンプ。いやこれ絶対いったと思うよ。ていうか下手したら最速まで取れてんじゃないかな。残り1秒、いけ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 、マリオジャーンさあ最速は？これが一発マリオ名人だ。高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。